さあ、トイプ対スクール SLC がオフィス例文法本日の問題はこちら10秒間でお願いいたしますさあ、正解はまあ A か B ですよねじゃあ、C とか D とかはなぜダメなのかもちろん、色は Slate どうしてあるということは大丈夫かと思います で、動詞を見たら、自動詞なのか、他動詞なのか。説明したよなにょということですので、他動詞。じゃあ、後ろに目的語があるかなと見てもですね、後ろ前置詞でございますので、目的語はなし。で、他動詞の後ろに目的語はなければ、受動体。もしくは過去分詞にする。で、その観点から選択肢の B がいけそうな感じがしますが、念のため A も確認しますね。で、名詞を入れていいのか。 と思って空襲の左側を見てみると、副詞ですよね。右が LY で割ってるところもヒント。で、当然、副詞は名詞にかけられないので、正解は B ですね。で、本日この問題を持ってきたのには理由がございます。空襲の左側、a m p l e まあ、品詞は分かっても、え、先生、意味何でしたっけという方が実際いるのと、派生語形容詞と他動詞を確認していただきたいんですね。で、形容詞の Ample。意味をご存知の方、思い出していただきましょう。十分な。 そして、他動詞は思い出せますか ?Amplify。そして、意味は音などを大きくする。ただ、それがピンとこない方。Amplify の出だし。アンプって書いてますよね。そうです。音を大きくする。増幅させる機械。そのアンプからイメージしていただけると OK です。で、この動詞のイメージができれば OK よし。まあ、音が大きいんですから、十分音が出てる様子。つながりますよね。で、そこから空詞の左側の副詞つなげていただけると OK です。 であとは見なを確認いたしますので文章をご覧ください。この感動的な成功物語は十分に説明されてます。で50枚以上の写真でそしてなおかつ2行目生き生きとしたものになってます。で2行目から3行目その時代の有名な政治家たちのスケッチによって生き生きとしたものになってます。そんな感じでよろしいかと思います。では画面を書き換えますね。さあ復習しやすいような画面に書き換えました。 スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の下ですね。皆さんの指なので隠していただいて。で、丸一番から丸二番。そこに入る国語をすらすら言えるようお風なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。